日食フードジャーナル。今回は11月12、13の両日、東京ビッグサイトで開催された地方銀行フードセレクション2015の模様を紹介します。この商談会は日本各地の様々な食材を見ることができて本当に興味深いですね。そうですね。この地方銀行フードセレクション2015は地域性豊かな優れた食材を多くのバイヤーに紹介し試食してもらう商談会です。全国の地方銀行41行が参加し、販路拡大を考える生産者、食品メーカーなど585社が出展。2日間の会期中、11,223人が来場しました。甘さ控えめお野菜ジャムですか。野菜のジャムって健康的ですね。どんな味なんですか？野菜の味を生かすため、甘さは控えめです。料理に使っても面白いと思いました。弊社は福島県の郡山というところにあるんですけども、地元の福島県のお野菜を加工して作ったジャムでございます。風味がそのまま出るように保存料とか着色料、あと香料ですとかそういったものを使わずにそのままの美味しさが伝わるように心がけております。普通のフルーツと違って例えば根菜系ですとか、すぐ焦げやすくなってたりとかボソボソになってしまう場合があるんで、その辺は苦労しましたね。野菜のソースに使っていただいたりドレッシングまたはあと生姜焼きのタレとかいろいろ糖度が低めに設定してありますので、そういった部分で幅広いお客様にご利用いただいております。そうですね、今後今取り組んでいるのが、こういった暁の桃のジャムなんですけども、健常桃といった、福島にはフルーツですとか特色ある野菜もたくさんありますので、そういった珍しいものをラインナップに加えていく予定であります。面白いイラストですね。これは梨のゼリーですか？ちょっととぼけたキャラクターは鳥取名産20世紀梨をモチーフにした鳥取梨用です。こちらでは20世紀梨のいろいろな加工食品を紹介していました。ストレートの果汁を作った本物の梨の加工品ができないかということから初めて、ゼリーを作りました。絞った果汁を冷凍保存から始めてそれを、溶かしてそのまま使うと梨本来の食感というかそういうことが、楽しめると思います。鳥取がカレー王国と、自称なんかもしれませんけど、そういうこともありましてちょっと梨をリンゴの代わりに梨を使って美味しいカレーができないという発想から、この商品を作りました。鳥取県産の豚大山のふもとで飼育している大山ポークという豚を使いまして豚の脂も溶け出してすごく上品な味になっておりますのでとても美味しいと思います。普通のカレーに例えばこのゼリーを一つ入れてもすごくカレーの味が美味しくなるっていうこともありますし、ぜひいろんなことをやっていただけたらなと思います。梨というのは、いろいろ楽しめるということです。これはカレールーですね。日本初のハラール認証カレールーなんですか？はい。味は中辛と辛口。さまざまな材料を使うカレーでハラール認証を得ることは難しかったと思います。無添加っていうところでずっとこだわってやってる中のハラールなので、ハラールの無添加カレー、ジャパニーズカレーっていうのを、作り上げて、非常に体に優しい、いわゆるジャパニーズカレーという歌いで、今販売しております。今までは甘口と中辛っていう日本人目線で作ってたんですけども、甘口の需要があまりなくてですね、辛い方が美味しいということでこのパッケージにした時に、中辛と辛口っていう企画に変更して、辛口の評判はいいですね。やっぱり材料を多く使うっていうことがありますので、その原料をですね調査していくっていうのが一番、大変だと思うので、作っていただくにしてもですね言葉が読めないっていう方も多いので、これ新しく商品も今年の春リニューアルしまして、英語表記で読めるようにしまして、実際に手に取って作れるっていう環境を作っております。インバウンドの需要も
急激に高まっているだけに、食品業界も対応が大変ですね。その通りです。メニューや説明についても、英語や中国語の表記が必要となったり、安全性や美味しさを理解してもらうには、これまで以上の配慮が必要となるでしょうね。新しい市場を開拓するには、様々な業界の人たちの努力が必要なんですね。地方銀行フードセレクション2015の紹介でした。